あ、どうも、ザコちゃん。チンコあるやつ、大体男。今回はですね、っていう感じでちょっと今から企画始めていきたいんですけれども、我が愛犬が甘えたいということで来ましたので、ここにいます。ということでね、今回のテーマなんですけれども、女子が好きな男子にしかしないこと、これを俺が募集したので、それをね、世の男子に向けて発信していきたいと思います。男子の自己肯定感爆上がり、もしくはやられてない人は爆下がり、そんな状態で、ちょっとごめん、頭で考えながら話してないからさ、言ってることめちゃくちゃになってるよね、知ってる。いつもはね、僕さ、女性向けに動画を出してるけれども、だけどこれから先ね、女性ばっか撮ってたとしても上に行けないから男性も撮っていきたいと思うし、女性がめちゃめちゃ多いからこそ男性向けの動画たくさん作っていきたいなと思ったので、まあそのねために今回ねこういうテーマ取り扱わせていただきます。でね、僕が今までさやられてきたことっていうのと重ね合わしながらね読んでいきたいなっていう風に思っております。まあ僕みたいなモテ男になると多分ねほとんどのことやられてると思うんですけれども、学校の教室出るタイミング合わせて部室まで一緒に行く。うわ、これちょっと甘酸っぱいね。これやられたことあるかって言われるとないんだよね。なんでかっていうと、僕は高校時代ユニフォーム買うお金なくて部活やめてますんで。まあそんな感じでね、ちょっと重い話をして皆さんの空気っていうのが悪くなったところで、どうもザユタでございます。自己紹介させていただきました。お姫様抱っこしてあげるって冗談で言われても、じゃあ体重減らしとくねって答える。いや、もうマイナーすぎる、ニッチすぎるやろ。めちゃめちゃなんかマニアックなところついてない？それ全世界に共通はしないからね。君だけの話やんけ。まあ、全然いいけどね。こういうの大好き。体調を気にかけたり、ずっと目を見ちゃう。好きすぎて目が離れない。ってことはあれかな。カメラの向こうから僕結構視線を感じてるんだけどさ、いつも。やっぱみんなそういうことなのかなっていう風に思っちゃうんですけれどもね。知ってペン落として拾ってもらう、わらわら。文法うんこっすね。どういうこと？まあだけどわざとペンを落とすっていうことだよね。確かにね、これ俺やったことがあって、高校3年生の時に俺の席の近くにすっごい可愛いって言われてる人がいたの。ね、高嶺の花って言われてる女の子だけどさ、俺のその時のイメージっていうのが高嶺の花イコール性格が悪いだったのよ。美人な人ってやっぱ周りからチヤホヤされるから性格悪くなっちゃうんじゃないのかっていう、まあこれ全くもってねそんなことないんだけど、そういう風に思ってたから、じゃあ試してみようっていうことで自分のねシャーペンをね落としてみたのよ、授業中に。それで拾ってくれたらこの人はいい人なんだっていうね、その基準を設けようと思ったら、俺の前の席に座ってる陸上部の渡辺くんが全部拾った。もう本当にびっくりするぐらい拾ってきたからね、マジで。しかもさ、その渡辺くんのさ、何がすごいってさ、渡辺くんずっと寝てるのよ。寝てるのに落とした瞬間だけ起き上がるのよね。何それみたいな。俺のこと好きなんてね、本気で思った。そういうとこ好きだなっていう。うわぁ、言われたことある。うぃ、どえどえどえ、マウント髪の毛とか腕とか触らせる。どうやってそれやるんだ。あ、わかった、こういうことか。え、どうこの髪色とか、私サラサラなんだよねみたいな感じで誘導するってことかな。うわ、確かにね、俺のモテ人生の中でその経験はなきにしもあらず、まあどっちかというとない方に近いんだけども、うん、ないよ。ないけど、だけどまあそういうことなのかなって思いますね。チンチン触る、それは良くないぞ。都合のいい女になってしまう。だって自分がさ、フリーの状態でチンチン触ってくる女の子おったら、その子とやる未来しか想定しないもんな。どうやったらその子をベッドに持ってけれるのかってことをめっちゃ考えちゃう。頬杖して眺める、わかんないよそんなの。そんなんされて、お、この子好きだなっていうのはないからね。ゆうたさん見る。ゆうたさんって誰ですか？積極的に LINE していっぱい質問する。これはね、俺の視聴者って感じするなっていう風に思う。なんでかっていうと、俺好きな人に対しては質問をマジでしていこうっていう風に超言ってるから、俺のチャンネル見てくれてるのかなって思うね。この子ちょっと好感度上がったよ。やたらと行動を共にしたがる。なるほどね、常に一緒にいたいっていうこと。でも結構あれだね、女の子ってさ、好きになったら積極的に行くのかな。この文章を見るとさ、そんな風に思う。触れない、目見れない、逆にねこういう風に行動が制限されちゃう人もいるんだよね。恥ずかしいっていうのはわかるけど、でも行動しないことにはね何も始まらんから頑張ってほしい。ということでエールでも送ろうかな。かっこいいなどと褒める。あー、褒めるってことはやっぱ大切だけど、たまにいるのがさ、誰にでも褒める女子っているじゃん。あれは基本的に評価下がるから、っていうか女の子もそうだと思うんだよね。男の子を褒めまくってる人ってやっぱさ、あんま良くないって思うじゃんね、これ見てる男の子とかは。だからね、女の子一人に集中して褒めてほしいよね。っていうかなんかやっぱいつもさ、女の子向けに話してるからさ、どうしても女の子側の意見に立って話しちゃってるね。良くないね。この企画の趣旨マジで忘れてた。好きじゃない人には遊ぼうねすら言わない、で楽しかったね程度なら送るかもしれない。あ、なるほどね。遊び終わった後に次も行こうよっていう風に好きな人には言うってことか。それ結構参考になるかもしれない。だからこれ見てる男の子とかでも、遊びに行った後のその後の LINE っていうのがどんな風になってるのかっていうのを見
見てみるっていうのはありかもしれないけど、社交辞令で次も行こうとかそういうこと言う人いると思うから、社交辞令かどうかって見極める判断としては、次どこどこ行こうよって提案してきたりとかする人ってやっぱありだと思うんですよ。だから僕の中では男の子にこういうことをやってほしいのよ。もしその人と会いましたで、帰り際に次こういうところ行ってみたいねみたいな話をして、まあ別れてください。でその時に〇〇くんが言ってたここ行ってみたいねとか、そういう話が出たらマジ完璧に脈ありだと思うんだよね。普段そういうキャラじゃないけどめっちゃ可愛こぶる。まあそうだよな、男だってそうだもん。男子の前ではさ結構ウェイってやってるけど、女の子来た瞬間になんかクールキャラになる人とかいると思うんだよね。まあ俺なんだけどそれ。移動教室の時すれ違うためにタイミングを合わせる、計画するんだね。これさいいね。確かに接触回数とか増えると落とせるっていうのは実際にあるわけだから、その作戦いいかもしれない。だからこれ見てる人でも、こいつなんか移動教室めちゃくちゃ被るやんとか、移動教室中にめっちゃ合うやんってなったら、君のこと好きなんじゃないのって話。最近ねうちのメルちゃんね、ずっとねこのボコちゃんって言うんだけど、このねハリネズミのぬいぐるみが大好きなのよね。ねえメルちゃんここにいますけど、可愛いでしょ。見えてないかな。であれなんですよ、メルちゃんをね動画に出すと一応動画の出演者ってなるから、メルちゃんのトリミング代とか餌代とか経費で落ちるっていうね。税金対策にメルちゃんを使う男っつって、会話の中でちょこちょこ好きとか大好きって言葉を入れる、かっこ効果あるか知らんけど、いやあるマジである。本で見たことあるんだよね。主語を言わずに好きっていう言葉を入れたりとかすると、人って主語がないから自分だと思って自分に当てはめて結局その人のことを好きになるっていうことがあるわけですよ。例えばあなたのそのバッグのセンス好きですよとか、まあそういうことを言うとねいいわけですよね。まあこれ主語はあるんだけど、でも好きっていう言葉が強すぎて主語を忘れるのよね。だから自分が好きって言われた感覚になるらしいの。これねぜひ使ってほしいテクニックですね。ハグ&ケアス、かっこラブ&ピースみたいなテンションで読んでくれると喜びます。これ何がおもろいん？おもろないなこれ。ごめんちょっと自分で言ってて恥ずかしくなったわ。お母さんかってレベルで何でも心配するし手伝っちゃう、すぐになんか頼って頼ってみたいな感じになるっていうことなのかな。なるほどね。確かに周りの人でそういう人っているけど、まあだけどあんましね何でもかんでもね面倒見ちゃうと、男ってさその子に対してさあこの子と付き合っていきたいっていう感情って抱かなくない？どちらかというと都合いいなと思っちゃうの。わかるわかるよね。だからこれ見てる女の子とかはそれはよして、男の子とかは存分にその子を使ってくれればと思います。12万人突破おめでとうございます。いや本当ね皆さんに言うの遅くなりましたけど、 YouTube のチャンネル登録者数12万人突破しました。僕のね年内の登録者の目標知ってますか？30万人です。このままじゃ絶対に無理。好きな人の前では声を大きくしたりたくさん話したりしちゃうかも。男の子っぽいね意外と。男子もさよくやるでしょ、男友達と話してる時に自分がねいいこと言ったりとか、またはおもろいこと言った時に女子のグループで受けてないかなみたいな感じでめっちゃ見ない。俺よくやってたのよね、自分でおもろいこと言った時にすぐにこうやって見て、どう俺のワードチョイスみたいな感じで思ってたんだけど、よくよく考えてみればねあれって絶対効果ないよね本当に。何やってたんだろう俺。だけどねあるあるだし今もっと可愛いよねそれって。あでもね今ねもう一個見たら、私だけかもしれないですが好きな人が近くにいたら結構大きい声で友達と話してしまうっていう風に書いてあった。やっぱいるんだね。人よりごめんとかありがとうを多めに言う、あやっぱ嫌われたくないっていう欲が強いからそうなっちゃうのかな。なるほどね。いつもはスポーティーな服装だけど、その人と会う時だけガーリー。かわいいな。まあ、おしゃれするってことでしょ。俺、ガーリーっていう言葉わかんないんだけどさ、今一瞬ガーリーっていう言葉を知っている体でいこうかなと思ったけど、やっぱね、絶対にバレることだから言っとくわ。俺、ガーリーって言葉わかんない。ただ、かわいいよね、めちゃくちゃ。いつもと違う服装してくるんでしょ、自分のために。うわ、かわいいな、それ。かわいいな。体育祭とかで写真撮ってほしいって言いに行く。撮れなかったとしても、撮りたかったっていう。うわ、懐かしいな。俺生徒会長やってたんですよ。俺の高校の生徒会長はめっちゃモテるというか人気者になるっていう感じだったんですよね。だから文化祭の時とかめっちゃ写真撮りましょう撮りましょうって言われるんですよね。あの時めっちゃ気持ちかったっていうすっごい自慢をねここでさせていただきます。気持ち汚い言葉をあまり使わない。確かに自分もさこの人と付き合うかもってなった時に、まあ、その女の子が一軍の子みたいな感じだったんだけど、普段はねえぐいのよ、マジでえぐいけど、自分と関わってる時だけそういう話をしなかったから、やっぱその意識してくれてたんだろうね。そういうのってさ可愛いってやっぱ思うの分かる。その普段とは違う部分を頑張って見せてくれる、好感度上げようとして頑張って見せてくれるっていうのは、人によったらうわこいつ普段はこんなんじゃないの猫かぶってるわって思うけど、だけどね俺結構ね可愛いなって思っちゃうんだよね。チャンネル登録、なるほど、君は俺のガチ恋っていうことかな。わかるわ、俺にガチ恋するその気持ち。いポニーテールをしていく、これもなニッチすぎるよな。まあ一つのアプローチなんだろうね。でもね確かにねいつものさ髪をちょっと変えるっていうのは男結構聞くからね。 LINE の文章をめっちゃ考える。 LINE 系でさ一つみんなに聞きたいの
があるんだけどさ、もしこれ女の子見てたらコメントしてほしいんだけど、 DM とかでさ入力中ってなってるじゃんね。あの入力中が長いっていうことは文章を考えてるってことじゃないですか。それって脈ありだからそれだけめちゃめちゃ文章を考えるってことで OK？ そういうことだよね。ちょ、雷めっちゃうるさいんだけど大丈夫？俺男なんだけど。そっか、もう困る困る。会う前直前に香水つけていい匂いな女になる。だから匂いが普段とは違う女の子は意識してるっていう認識で OK でしょうか。〇〇くんが初めてだよを連発する。なるほどね。これめちゃめちゃ確かに男キュンってするかもしれん。どう、みんなさ、こういうことするの〇〇くんが初めてなんだよねみたいな感じ言われることってある？俺多分ね、恋愛するってなった時に必ず言われてるような気がする。なるほど、それ言われてるってことは脈があるってことだから、もうぜひこれを見たね男子にはがっつり言ってほしいと思うけど、長電話、そうだよね。その電話っていうのがめちゃくちゃ長いっていうことは、それだけ自分に時間を使ってくれてるってことだから、まあそれは好きサインだよね。彼女がいるか聞く、これは大切。彼女がいたら行く行かない決まるもんな、そこで。だから彼女を聞かれた時点で結構有利だっていうことがわかりますね。酔ったふりしてめっちゃベタベタします。うわ、なんかエロ。これさ、聞きたいんだけど、酔った時に電話する相手って好きな相手？きっとそうだと思うんだけどさ、どうなんみんな。なんかちょっと酔った時にっていうのはエロいね。ご飯作る、このね、ご飯作るって送ってきたのが橋本もかなんだけども、青春動画層を見てくれてる人はね、分かる通り、まあ結構ジャンプの表紙とかやってる女の子なんだけど、青春動画層でねトリを組んだ時にね、結構ね俺にご飯作ってくれたのよ。やっぱこいつ俺のこと好きよな。どうしよう、ちょっと振らなあかんわそれは。いや嬉しいよ、気持ちは嬉しいけど、まあ僕には愛する彼女というか嫁というかサイ君というか、なんて言うんでしょうかね、妻がいるので、なんとかね、まあ、これには答えることができないんだけれども、ごめんね。ということで今回は以上でございます。これを見て勇気になった男子の皆様はぜひ頑張ってほしいなと思います。あらしゃ、ビビ。